なんかスタッフの話だ。プライ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 プ
完全にユーインターだよ。これはユーインターだ。ユーインター。怒られるよ。すごい。すごい。これはユーインターだ。ありがとうございました。トロトロ納豆台が終わっちゃうみたいなんで、今思ったけど、上から撮ってるから別にこれ V にしちゃった全然映ってない気持ちが入ったから気が入ったすごいね、嘘が過ぎる、酔っ払ってるんで、やめてください、スポット酔っ払ってるんで。2時半、2時4時5分から飲んでるんですけど、時間差では大丈夫まだお互い開いてないんだから飛び込めや、はよ飛び込めや、はい、おい、これ後だこれ、まあ、パワハラするぞこれ、早く早く行けや、早く行けや、早くお前、まあ、携帯カメラで何とか回してたから早く飛び込めや、早くしろほら、ほらほら、あめちゃん3メーターだって、急上昇っすね、3メートルってやばいっすね、壁が逃げた、壁が逃げた、壁が逃げた、急上昇、おい、なんで行かねえんだよ、飛び込めや、何キロまで行きます、何キロでも行ける、正面から見て、軽めに跳ねてください、軽めに跳ねる、OK、 じゃあ俺、5回目の5回目に跳ねる、はい、5回目の結構いる、結構いる、全然の計算で、はい、泳げます、泳げます、泳げます、結構深いこれ、なんでどっちかなのか、全く田村的に、キャスさんまだいかんだよ、田村キャスさん、どうか田村キャス、田村キャス、なんでだ、なんでだ、OK です、意外と普通じゃねえ、意外と普通じゃねえ、先輩、あんま面白くなかったでもこれ面白くするの難しいですよ。すごい難しい。え、でも体操さんはやってる。ね、取れない。取れない。取れない。オーケー牧場。早い。阿部。阿部ちゃん。阿部。阿部ちゃんだよ。はいはいはい。面白いねあれ。僕に一回違いましたね。え、他はどういう飛び込みだっけ？頭から突っ込む。ローリングセントン。スワントン。スワントン。スワントンです。スワントン。スワントン。スワントン。タケシオみたいな。タケシオ。恥ずかしい。すぐ出てる。え、どうやって飛び込んだんですか？ムーンサルトで行く、え、その死ぬのは大丈夫か、ムーンサルトで行く、今日飛ばないから もう一回時間くださいよ、はい、行け、試合中にそんなこと言うのバトラーズ魂がするよ、バトラーズ魂、阿部さん、うわ面白くね、面白くない、阿部さん、もう一回、もう一回、怖い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 、これだっていろいろいろ限られてる、スタートしてる、スタート、めっちゃ無理なバトラーズ今めちゃめちゃドヤ顔してる、違う違う違う、バトラーズの色やっててくるって回ってる、先輩、先輩、泳げてる、先輩、
一番エバイする。あれ禁止禁止だから。一番エバイする。あれが駄目だ。安倍なんか100倍エバイした。あれ禁止だから。禁止じゃない。あれ禁止だから。お前はしばらくエバイする。もう周りだめちゃう。いや安倍さんもう一回でしょ。怒られないで。余韻関係じゃん。ダメです。余韻関係し。バラエスから空中ガードポジションが見たい。空中ガードポジションが見たい。今あれしましたね。挟みましたね。今挟んでました。飛びつきガードでしたよ。はいよ。何かさん、プロレスはもうダメですね。そこかよ。あ、そこかよ。やっぱ態度がね、マイルさん。あのね、あれ、マイルス体操さんですよね。そうだよ。言われる。夢の。いやいや、こっちのメンバー見てみて。プロレス界のファイダー並べてみてください。こっちね、鈴木秀樹、佐藤しかいる。結構なメンバー。うわ、そう。てかまあ。でももうなんかただのでかいもの。物っていうの。物っていうの。で、マユさんはもう、言わずもながらゴルゴみたいな。その隣で、阿部文則唐沢しようみたいな。すごい。そうなんです。いや、プロレスダメだ。言うんじゃねえよ。プロレスチャンネルで言うんじゃねえ。ダメだ。言うんじゃねえ。プロレスやったってね。ああ、プロレスやったって違うな。プロレスダメだ。やるんじゃねえ。カルサさん。プロレスダメですね。そうですね、ダメです。とんでもないこと言ってる。何でもないですけどね、私はね。プロレスラーでも何でもないですけど。いやいやいや。ムエタイなら死ぬ。ムエタイも何でもないですよ。ムエタイもダメ。じゃあ、サンボかな。サンボもダメだな。充実もっとダメだ。これからねシステムだよ。システムこれからシステムだよ。ちょっとやっぱロックアウトパワー。あ、ロックアウト。ロックアウトパワーすごいわ。なんだよ、あれじゃ VR です。VR 関係ない。VR これ。VR でもだ。VR でも。VR すごいですよ。これはわかるよ。いや、VR わかってるから。俺も VR やりました。わかる。あのサロニーパン、こいつの VR。いや、その VR の付け方が違うから。違うんですよ。あのね、阿部ちゃん、VR の付け方が違うから。違うんですよ。これ大丈夫ですか、この。大丈夫。いいですか。姉妹がいるんですよ、姉妹がいる。全部姉妹がいて、その。そう、マジかよ。アメちゃん、VR ってそれで使うんだよ。分かった。何を言わんとしてるか分かった。所詮ソウル。これは怖い怖いって言いながら、大丈夫って言いながらやってる。あ、それじゃあだから、そのここはなんかゾンビ系のゲームですよ。怖いってこうやって言ってるんですよ。音も出るじゃないですか。すげえ。いやいやいや、外しても晴れみたいな。いやダメだ。まあ今の部分全部使えないけどな。全部。光さんはね、今何してんのかって言ったら、ああ、もうその中でずっとシャドーボクシング。ボタン持てない。そうだって、ゴルゴあれだって、あれでしょ、マイクさんのおこぼれでしょ。だってあれでかすぎる。鈴木秀樹がもうほら、もうでかいもん。でかほら。で、これ見てください、これ、あの格好。すごい。競泳泳ぐやつですよ、これ。ほら。これ。いや、そうです。やってます。待って。してよ、早く。待って、そうです。だってこれしか売ってなかったんだ。あれ、取り込んだ？阿部さん、なんで、あ、撮ってんすか？撮ってないっすか。はい。マイクさん。え、違うんすよ。プロレスダメだよ。
あれ、何してくれんだよ。助けてくれないんすよ、あれ。あれ、俺町だったのか。いや、あれ、安倍さんも。うるさいっすね。違うんすよ、安倍さんもなんか、あの見て見るふりして。あの人だったら、楽しそうだったぞ。そうだよ、ないというか。こっちも行こうと思った。マジで。おい、めっちゃ、めっちゃホリデーっつって楽しみ。こっちもめっちゃホリデーっすよね。いや、なんか安倍さんもなんか全然。こっちも全然行きますよ、行くけど。だって、前口さんですかって話しかけられたら、こんな丸坊主のプロレスラーが。格闘家ですかって言われたから、そういう流れだったんですけど、安倍さんが見て見ぬふりしたんですよ。本人のことは知らなかったんですよ。いや、知らん、知らん、知らん。なのに安倍さんが見て見ぬふりしたから、行ってきますわ、これ格闘。マジで安倍さんだな。プロレスもまだ格闘だと思って。太蔵さんに譲ってたんです、俺だから。いや、安倍さん、何やってんすか。もう一回行きましょう。ちょっと安倍さん、それはないっすよ。いや、もう一回行きましょう。僕は12時間いました。余裕あって、だから今日佐藤ひかるがナイトプールにいた分放送します。はい、12時間スペシャル、はい、12時間スペシャルやりますからね。3年ぶりにやります。最後宗教感出しましょうか。怖っ怖っ怖っ、フードかぶると怖っ。宗教感を出して終わりましょう。怖っ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。決定事項、はい、来年もやります。怖っ。というか来年のここを目指して1年間頑張ります。頑張ろう。戦える、やっと戦う理由ができた。戦う理由ができた。1年間で4から5大会で、もうあと4席ありますから、それ考えると、もう毎大会10人、客が増えるとみんな来れます。お、はい、そうそう。もう少し豪華にしたいときは、もう30人これやろう、これやろう、やりますので、ぜひぜひ皆さんチケット販売よろしくお願いします。次頑張ったらあっちのレストランで。ああいい、素晴らしい。レストランのあれもやっぱ一品くらいつけないといかんだと思いますので、はい、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。じゃあどうも今日お疲れ様でした。お疲れ様でした。また来年。また来年。終わり。最高。